PC 版もついにクリスタ税を払う時が来ました。どうもイラストレーターのモレです。クリスタさん、あんなに優しかったクリスタさん、友達と思ってたのにいきなり PC 版をサブスク化するなんて。最初は安く使わせてシェア率が高くなったらこれですか、クリスタさん。よし、本日クリスタが衝撃な発表をしました。クリスタ 2.0 開始とともに2023年以降の Windows、MacOS 版の一括払い括弧無期限版の提供、販売方法変更予定のお知らせ。一括払い版っていうのは今発売されている買い切り版ってことですね。クリスタ 2.0 発表に伴い PC の買い切り版について今後の方向性が示されています。ご存知の通り、クリスタは PC は買い切り、 iPad 版は月額支払いでしたが、ついに PC 版にもこの時が来た。サブスク化のお知らせです。当然絵師の界隈は大荒れ。 Twitter のトレンドはクリスタ、買い切り、サブスク化などがランクインで、公式サイトに今後どうなるか長々と書かれているので簡単にまとめて説明します。まずサブスク化と言いましたが、買い切り版がいきなり強制サブスクになるというわけではなくて、今までの買い切り版はそのまま使えるけど2023年以降は新機能追加はないよというお知らせです。そして23年からアップデートプランという月額支払い、通称サブスクのプランがスタートします。そのプランに入ると現行の買い切り版でも2023年以降新機能がどんどん追加されていきますという形です。ここでクエスチョン。じゃあ新機能を使うにはサブスクに入ることが必須になるの？いえ、クリスタ 2.0 買い切りもリマス。なんだ、買い切りあるじゃん、驚かすなよ。サブスク入らなくていいならよかったわ。しかしこれが罠だった。クリスタ公式に掲載されているこの図を見てくれ。一番左の1というのは現行の買い切りです。すべてがバツ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 印です。今後は新機能を追加せずと、もう明確に書いてあります。二つ目のこれが新しい買い切りなんですが、なんか新しいのにやたらバツが多い。これはですね、買い切り版はメジャーアップデートのたびに買い替えなければ新機能は追加されないということです。わかりやすく言うと、買い切り版はあるにはあるけど、メジャーアップデートごとに買い替えなければ新機能は使えないということです。バージョン 2.0 の買い切り、バージョン 3.0 の買い切り、バージョン 4.0 の買い切りなど、パッケージングが分かれており、現バージョンの機能は使えるけど新機能追加はないみたいです。新機能欲しかったらまた新バージョンの買い切りを買うか、それが嫌だったらサブスクに入ってねってことです。現在の買い切り、フル機能入り版が3万円くらいするから、それをねメジャーアップデートごとに買い替えるととんでもない額になってしまうので現実的ではないですよね。なので新機能を使いたくて動作サポートも続けて欲しかったら、この右側のアップデートプランを契約するしかないわけです。もう思いっきりねサブスクプランに全力誘導してますね。で、肝心のお値段はまだ現在発表されてないんですけど、どうやらねアップデートプランは iPad の月額プランよりは安くなるみたいです。 Q&A にもここを書いてました。アップデートプランや新しい無期限版の価格は決まっていますか？詳しい価格は決まり次第案内します。アップデートプランは月額利用プランより安い価格になる予定です。無期限版の価格は大幅に変更する予定はありませんということです。ちなみにアップデートプランでアップデートした後契約が切れるとどうなるかということですが、現行の1バージョン使っていると1に戻り、
2.0 の買い切りを買うと、まあ 2.0 にダウングレードされるらしいです。なのでアップデートプランを買って、そこでアップデートして、よっしゃもうアップデート終わったから契約切ってお安く最新バージョンで使おうっていうのね、できないみたい。そして図の一番右側、これはね月額プランです。 iPad で主によく使われている月額版は今まで通り新機能を追加していくそうです。 iPad 版使ってる人はね、もう全く影響はなし。個人的には今のところ買い切りでも全然大丈夫かなとは思います。クリスタってなんだかんだで今の時点でかなり完成度が高いです。なのでアップデートプランに入らなくても買い切りのままで困ることはね、あんまりないと思う。まあでも問題があるとすれば、ファイルの互換性がどんどんなくなっていきそう。公式にはバージョン 2.0 で作成されたクリップファイルはバージョン 1.× 開けますかという質問があって、回答ははい開けます、ただバージョン 2.0 で搭載された新機能で編集を行った箇所などバージョン1では編集できない場合があります、詳細が決まり次第ご案内いたしますって書いてるけど、将来的にねどうなるか心配ですよね。 iPad 版で新機能もりもり使って買いたいが、 PC 買い切り版でうまく開けなくなる、そんな日も来るかもしれない。ちなみに現行の買い切り版はバージョン 3.0 リリース時に動作保証外になるそうです。悲しすぎる。 2.0 買い切り版も 4.0 が出る頃には動作保証外になるそうです。まあ、2.0 から 4.0 がどのくらいの期間かわからんけど、発売したてなのにサポート終了が思いっきり明記されてる買い切りソフトってなんか買いにくいよね。まあクリスタ的にはソフト使ってる人全員サブスク契約させたいような感じはしますね。私もね今後どうしようかなって感じですが、 iPad 版も年間契約しているので、iPad は月額で PC は買い切りのままでしばらく様子見しようと思っています。新しく参入する若者の絵描きさんたちにも払える値段にしてほしいですね。まあ、今回のクリスタの新料金プラン、昔の携帯会社くらいごちゃついてて分かりにくいですが、まとめると現在の PC 版クリスタは2022年でアップデート終了、2023年内にクリスタ 2.0 を出す、アップデートして新機能を使うなら今後ずっとサブスク契約が必要、値段は不明、月額プランよりは安い、買い切り版はそのまま使えるけどいずれサポート終了になる、 2.0 買い切りも用意されていますが 2.1 などメジャーアップデートするにはサブスク登録が必要です、詳細はこれから決める、ちなみにサブスク契約が切れるとダウングレードされる、月額版は変化なし、以上です。まあでもクリスタ君今まで頑張ってくれたし、高機能なのに安く提供してくれたので、サブスクになるのは仕方ないのかもしれん。しっかり資金を集めてこれからも素晴らしいソフトであり続けてください。それでは今回はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローにコメントなどよろしくお願いします。